どうも、皆さんこんにちは、こんばんは、ぜんざいです。ミスタープレッパーの続きをプレイしていきたいと思います。前回はですね、このロケットの発射台ですね。これを作って、脱出に向けてこう一歩進んだ感じですね。で、これを作ったことによって、この、今まで謎だったこの部屋のアップグレードですね。アップグレードするアイテムと、その作り方と、を覚えた感じですね。で、次に必要なのが、金属60、プラスチックが20。で、墜落した飛行機から取った人工水平儀ですね。金属が、60。全然足りない。プラスチックも足りない。なので、素材集めですかね、今回は。ご飯食べて、栄養ドリンクもなくなってきたんで、栄養ドリンクとかも作りますか。今回ちょっとのんびり会ですかね。乾燥させる。で、栄養ドリンク。とりあえず作れる。今作れるだけ。口が回らない。19個で、5時間。いや、でも、作っとこう。いやー、プレッパーさんすごいですよね。スタでこんなことして。よし。これで栄養ドリンク23個。しばらく持ちますね。乾燥肉。あ、で、そう。このプランター。プランターは、手前にも置ける。っていう、ことを教えてもらって、だから2列にできるってことですかね。そうなると、いっぱい野菜、あ、新聞来てるな。いっぱい野菜作れますね。あ、待てよ。一回本閉まって。で、木材とかもないんで、森林レベルの奥の方ですね。あそこに行って、こういうなんか、椅子とか、を取りながら、ライフルも探しながらっていう感じですかね。一応餌。トラップチェックもして、
あ、重すぎる。キュウリ、お、初めてのキュウリ。あ、キュウリって何？種なくならないんだ。あ、これはいい。プランターを、ああ、置ける。素晴らしい。上に置いたりは、あ、できないんだ、さすがに。壁につけたりできないんだ。よし、じゃあ、ここにも置いて、何植えよう。キャロットとかも必要ですよね。ひまわり、で、トウモロコシないか。とりあえずキャベツとかじゃ。うん。ちょっと水。あ、ちょうど、あれ、これもしかして。バケツ、あ、これやるの忘れた。ウォータールームもう一台作れれば、まあ、ほんと楽になりそうですけども、これ忘れないようにしないといけないですね、バケツしまうの。たまにあとここから取ってもいいのか、うん、野菜を一度しまって、あ、でオレンジ乾燥果物にできるのかな。20時か、新聞も見てない。ちょっと新聞チェック。さあ、ダムがいいかな。水心配ですけど、やっぱりダムが一番楽ですよね。ポストマン、ポストマン4日か。うわまあ今働き方改革って言ってますからね、週4とか週3にこれからなるのかもしれないけども、プラスチックですね、プラスチック。
で、鉄、金属。作らなくても、まあでも、うん、ナンシーさんのレベルがなかなか上がらないんで、これなんか作って売った方がいいのかな、欲しがってるもの。まあ、取りに行った方がね、お金かからなくて済むんですけど、一応ちょっと注文して木材。あとコンピューター、とラジオ。よし、今日はちょっと無理だな、出かけるの。一日早いよ、終わるの。リンゴが育ちますね。これは楽しみだ。これが、ドライオレンジ。金属20。どうかな。金属が60。あ、たまりましたね。で、プラスチックが20。うん。プラスチックが20。で、人工。これだ。じゃあ、ここでいいのかな。
お、フェーズ2。金属、プラスチック、人工水平器。なんかアップデートでちゃんと読み取れるようになったかな。なんかこの辺四角だったような気がしたんですよね。人工水平器のところ。作る。お？どうなる？うわあ。この人すごいな。お。ナイスタイミング。とりあえずなんか骨組みができた感じなのかな。で次が電子部品20。金属40で水素。お、これは部屋のアップグレード、ポンプ室。部屋に拡張給水設備を導入する。植物への水やりや、効果的に水を集めるために使える。素晴らしい。部屋のアップグレード、工場。このアップグレードで物を作る速度が上がる。そこだ、ここの部屋だ。さあ、まずこれを読んで作り方を覚えて、でここに置きたいんだけど、それかウォータールーだけのちっちゃい部屋を作るとか。するとアップグレードの数は少なくて済むんだけど、とりあえずじゃあここに、これかな？2個。アップグレード、物を作る速度が上がる。初めてのアップグレード。ん？あ、なんか、部屋がなんか変わったりとかしないんだ。これで OK なんだ。いや、これ外に出かけられないな。
重いものから。あれ、これみんなどうしてんだろう。モーター類2台、2台活用してんのかな。トマトは？トマトは乾燥。あ、乾燥させられる。あ、オレンジ。いや、ここに来てやることがいっぱいになってきたな。で、リンゴの木に、あ、やばい、水が、バケツを増やすっていうのもありなのかな。あー、もう21時。あの水の、これ作ろっか。植物への水やりや効果的に水を集めるために使える。ウォータールーだけのちっちゃいやつ作った方が、これ多分4つですよね。作るか。とりあえずじゃあ2つ作って、この部屋に、あ、変わった、レンガになった。これで効率よく水を溜めるようになったのかな。あー、さすがに寝なきゃ。待って、本当に出かけられないで、明日からもうポストマンさんまたいなくなっちゃうんで、あっ、あー、もうちょい、もうちょいだ。道が、あ、これか、これ邪魔してんのかな。これいけない、あ、ここいけないんだ。あー、もしかして何、ベッドも邪魔なのか。これ何個必要なんだ、これアップグレードに。ドライトマトとドライオレンジ。
ああ、やば。こっち側、こっからじゃないと見れないんだ。ちょっとベッド移動させないと。ベッドもうちょっと。取れるかな。あ、取れる。6個。ここ6個か。とりあえずトラップ回収ですかね。いやー、ブルーベリー餌がなくなったらもうあれかな、トラップ仕掛けなくていいかな。餌がなくなったらもうレベル6の探索とかに時間を使った方が良さそうな感じがしますね。でライフルとか取りに行った方が。なんかアップできてから重くなった感じしますね、ゲームが。説明、Steamの説明ではなんか軽くなったって書いてるんですけど、エンジンのアップグレードで良くなりましたみたいなこと書いてあったんですけど、なんか重くなった感じがしますね。どうしよう。じゃあ一応仕掛けて、お、あー、たまにでもこういうのあるからな、やりたくなるんだよな。これアップデートで1日の時間倍にしてくれないかな。ブルーベリーはもういらない。から餌ないんだ。明らかになんか重くなったな。
レベル6。よし、じゃあレベル6ちょっと探索して、カクつくようになった。調べるのは小屋だけでいいのかな。だ。小屋がない。で、怖いのはこれ、バグですよね。前あった。いや、本当にガクガクだ。なんかない。あったあったあった。ラインフルなし。でもこれで食材と、木材も取れるし、餌も取れるし、重すぎ。持てない。これを食べれば。じゃあ今日は帰っ、重すぎる。お金だけか。ちょっと餌の注文は今回やめて、
残る。あ、よし、この辺打って信頼レベル上げよう。ここもちょっと変わってますね、床が。やばい、まさかの冷凍庫がパンパンになったな。今日からポスマさんいないんだ。4日連続か。はい、そうですね、では今回はこの辺で終了にしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。